失敗続きの弁護士が担当になった殺人事件。その被告にはアリバイがあった。金縛りにあってました。金縛り。証人はただ一人、落ち武者の幽霊。法廷で証言してください。え、我らが見えないものもその方が多いようじゃがな。どこに。目の前に。前代未聞の裁判になるぞ。更科六兵衛さんです。異議あり。証人は見えなくて当然なんです。幽霊なんです。こんなものはトリックだ。俺は何とかしよう。異議あり。彼は確実にここにいます。あなたは裁判というものが分かっていない。六兵衛さんがいたからここまでやってこれたの。お父上は必ずそなたを見ていなさい。我々は敵ではない。真実を求めるという意味ではむしろ味方同士だ。青い月の夜、自分を信じずして誰が信じるか。頑張らないと。私には後がないんだから。三谷幸喜が一番描きたかった物語。果たして彼らは奇跡を起こせるのか。真犯人はあなたです。素敵な金縛り。 Friday